今回は2年目を迎えたオケラ飼育の改良です。前回の動画では1年間飼育しての感想や問題点を説明しました。今回はメンテナンスを済ませ、さらなる改良を加えて完成させます。これは全ての水苔を取り出した後の映像です。餌を置くスペースを確保するために鉢底ネットを使っています。鉢底ネットには切り欠きを作ってオケラが通れる通路にしています。今回は広い餌場を確保するために鉢底ネットをより大きくしました。そして餌場以外のスペースに水苔を戻してセッティングします。もう少し待っててね。前回の動画で水分量が多すぎた問題を説明しましたが、もう一つの問題点はやはり餌やりの問題です。オケラは主に土の中で生活している昆虫で、木の根などの植物性のものやミミズなどの動物性のものなど、土の中で探し出したものを食べる雑食性の昆虫です。飼育環境で餌をやろうとすると、湿った水苔によって食べ残した餌はすぐにカビだらけになります。ケースの底に落ちてカビた餌は回収するのがなかなか大変です。それを解決するために餌場を作り出しました。しかし水苔の中で隠れていることが多いため、全てのオケラがしっかり食べているのか確認するのはなかなか難しいです。そのあたりが今後の課題だと思います。もう一息です。オケラを戻します。増やしているミルワームをケースに入れますが、食べている感じはありません。ミルワームは成虫になって回収されます。餌場に餌を置きます。爬虫類人工飼料、健康サプリ、クロレラ錠剤、熱帯魚飼料、置いてみました。餌置き場で何かを食べていました。ライトをつけたせいか、すぐに逃げていきました。ケースを開けて確認したところ、クロレラ錠剤を食べていたようです。やはり植物性の餌も食べるようですね。ということで現在のオケラ飼育でした。長々と説明が続きましたが、今後も報告を続けていきたいと思います。